262便として、青森へ入港する、おしま九1975年7月18日、おしま丸は、国鉄青函航路の車両突線で、同航路発の自動化客、はじめ車両都線津軽丸型建造終了後、その車両都船版として、航路の近代化と、貨車構想能力増強を目的に建造された6隻の第一線おしま丸の名称は、 青函連絡船としては二代目であった。同系船に、日高丸、十勝丸、空地丸、日山丸、石狩丸があり、これら六隻を、お島丸型と呼ぶが、後年、日山丸、石狩丸の二隻は、客はじめ車両渡船に改造され、石狩丸型と呼称された。ここでは、お島丸丸及びお島丸型車両渡船、並びに、石狩丸型客、 はじめ車両渡線について記述する。なお国鉄は、当時聖艦連絡線は、全線鉄道車両構想のできる船であったため、その前提のもと、津軽丸型客、はじめ車両渡線と、石狩丸型客、はじめ車両渡線を、客貨線、大島丸型車両渡線を、貨物線と分類故障しており、これは簡略で実用的であったが、これでは一般型の客貨線や、 貨物船との区別がつかないため、ここでは、従来からの故障である客はじめ車両渡船、車両渡船を使用する。1954年9月の東山ル台風で5隻の連絡船を失った、青函航路であったが、1957年10月の、車載客船と和だまる就航をもって、潜伏数回復を果たした。 その翌年の1958年度の貨物輸送量は、鍋底景気の影響もあり、439万トンに止まったが、その後ほどなく、岩戸景気と呼ばれた後景気に戻り、貨物輸送量の増加は著しく、1961年度には521万トンに達していた。国鉄は、この増大する貨物需要への対応と、 終戦前後に建造された船質の良くない、戦時標準船並びに、それに準じる船を取り替える方針を打ち出し、その方法を検討するため、生肝連絡船取り替え等計画委員会を1961年1月に設置した。その第二次報告が1963年8月に出され、その内容は、1200名の旅客とは無換算48両を、 積載し青森函館間を1日2.5往復可能な、高速客、はじめ車両都線津軽る丸型6席を1965年度までに、順次就航させ、老朽化の進んだ3席の客はじめ車両都線第6、青函丸、第7青函丸、第8青函丸、3席の車載客船大雪丸、シュ丸、ぎしぎし丸、 三席の車両都線第十二青函丸、石狩丸、お島丸の計九席を廃線にするというものであった。この報告に沿い、1964年5月から1965年8月に、かけ、津軽丸型六席が順次就航し、これら老朽船九席も1965年9月末までに全線引退した。しかしその後の輸送需要の伸びは、 百貨ともこの1963年8月事件の予測を大きく上回り、国鉄は1965年10月22日、さらに津軽丸型一石の追加建造を決め、翌1966年11月には、この第7船と和田丸を就航させた。これにより、当時は未だ陸上設備改良町ではあったが、 津軽丸型一席入居中も、残る六席での15往復運行可能な席数は確保され、船足の遅い車載客船と和田丸は余剰となった。このため、と和田丸を石狩丸と解消の上、不足する貨車構想能力増強のため車両都線に改造し、1967年5月に再就航させた。この年度の貨物輸送量は695万トンに、 達していた。東山ル台風で沈没し、不要後車両甲板より上を浸造するという大規模な修復工事を受け、復帰していた石炭滝蒸気タービンの車両音線日高丸、十勝丸の2隻は、まだこの時期運行されていたが、すでに洗礼20年に近づいていた。このため、国鉄では、これらの代替と、青函航路の逼迫した、 貨車構想能力増強のため、津軽丸型同様1日に2.5往復可能で、ワムカン355両積載可能な高速車両都線2隻の建造を1967年11月28日、決定し、1968年5月24日、函館ドックと三菱重工に、その建造を発注した。しかしその後も、貨物需要の増加は著しく、 1968年10月8日には、さらに一隻の追加建造を決定し、1969年5月15日、日立造船に、その建造を発注した。これら三隻は、いずれも二代目となるお島丸、日高丸、十勝丸と命名され、1969年10月から、翌1970年6月にかけ、順次就航した。これにより、 最後の2隻となった蒸気タービン船も1970年3月末までに退役した。当初は津軽丸型の客室部分を省略した車両音線を計画していたが、青函航路では急増する貨物需要に対応しきれず、1966年以降は下り貨物に輸送制限を加えるに事態に至り、 国鉄本社の運輸部門からの積載車両数増加の強い要請を受けることとなった。このため、船内軌道を可能な限り伸ばすため、旅客扱いしない前提で、船の全長を伸ばすこととし、当時の岸壁有効長や青森港の強愛な、総船海面から許される、最大限の長さとして、津軽丸型より12.6メートル長い全長を144.6メートルとした。 このため、旅客扱いできる、青森第一岸壁では、渓流に余裕なく、函館第一岸壁では、選手が、第二岸壁まで突き出してしまい、第二岸壁での離着岩に支障をきたすため、青森側は、第二岸壁、第三岸壁、函館側は、第三岸壁、第四岸壁のある、有川三橋限定仕様であった。津軽丸型では、 多くの新しい機器類や制御システムがほとんどぶっつけ本番で導入され、第7船の十和田丸でようやく完成品の域に達したものも多かった。このため、おしま丸型では基本的にこれらの仕様は十和田丸に準拠していたが、ここに至る過程で実用にならなかったり、使用されなかったものは省略された。船体塗装色も十和田丸に習い、 三席とも外弦下部と煙突をオレンジ色、外弦上部を増下色、煙突八巻を白、後部煙突剣マストの下半分を銀色としたが、塗り分け線は中間パンレベルへ下げられていた。しかし、これでは、この三席を遠方から識別できないため、後部煙突剣マストの上半分を、おしま丸では黒く塗装し、日高丸では、 後部煙突剣マストの上半分のさらに上半分をオレンジ色に、上半分の下半分を黒とし、トカチマルでは上半分の上半分を銀色に、上半分の下半分を黒としたが、1977年に、日高丸が、後部煙突剣マストの上半分を、外玄上部と同じ増下色に、トカチマルも、胴部を、外玄下部と同じオレンジ色に改めた。 貨物専用の有川桟橋や青森第三岸壁は、いずれも高校に近く、うねり等の影響を受けやすい場所であった。青函連絡船では1955年建造の日山丸型以来、船体幅を拡大するため、岸壁係流位置において、船体中心線は、可動橋中心線に対し14.8パーミルの角度で岸壁から、 反対側に振られる形となっており、全長132メートルの津軽丸型では、左限原,原則は、線尾から約52メートル付近までしか岸壁に接触しておらず、それより、前方の船体は、岸壁から、若干離れた状態で係留されていた。お島丸型では、この接触範囲を、線尾から86メートル付近まで伸ばして、係留時の安定性向上を図った。 このため、船体幅は、津軽丸型より50センチメートル増しの18.4メートルとなった。旅客設備がないため、操打室の位置が交代し、船首までの距離が津軽丸型より10メートル程度伸びた。このため前方見通しの確保と合わせて、船首波の衝撃緩和も狙い、船首武器水上での肋骨線を極力45度以上に立て、津軽丸型より、 フレアの少ない船型とし、さらに中間パンレベルに、わずかなナックルラインを入れて、船手洗カンパン幅を狭めた。船尾の船体外反でも、エプロンンパン下レベルに回り込む下段の防減剤を、直接外反に取り付けられる用外反の指で直面を、下方まで下げ、その下にナックルラインを設けた。車両積載設備車両ンパンは、従来の車両と先同様、 線尾端は3線で、中線はすぐに分岐して、車両甲板の大部分で4線となる容器道が、付設され、各線の有効長とアム換算車両積載数は、左舷から、船1番線112メートル、14両、船2番線120メートル、15両、船3番線96メートル、12両、船4番線112メートル、14両の、計55両となり、 津軽丸型より7両増しとなった。線尾水密扉は津軽丸型や石狩丸と同型の電動油圧式、トルクヒンジ仕様の構成上下2枚寄り度であった。線尾開口面は垂直に対し17度、前傾しており、線尾扉閉鎖状態からの開放では、まず株扉が、線尾扉中央のヒンジが折れて180度外開きし、株扉が、 上部扉の外側に折りたたまれて重なった状態となり、続いて、船尾開口部上縁のヒンジがこの折りたたまれた扉を73度外開きして、水平まで持ち上げ、船尾開口部上側中央部から後方へせり出した、ポンプ操縦室仮面に、ロックされる構造であった。ヒーリング装置車両を積み下ろしするとき、船体中心線から離れた、船内軌道に列車が出入りすると、 その重みで船体が横傾斜する。これを抑制するため、船体中央部両舷側にヒーリングタンクを設置し、このヒーリングタンク内の海水を急速に対速のヒーリングタンクへ移動させたり、ヒーリングタンク内の海水を急速に船外へ排水、または逆に船外からヒーリングタンク内へ注水するヒーリング装置が、静観連絡船では1924年建造の 消防丸以来、前線に装備されてきたが、すべてヒーリングタンク1台、ポンプ1台の装備であった。ヒーリング装置は、船内軌道いずれの線においても、時速4トルでの車両積み下ろしで、船体を固形車が3度以内に収まるよう設計された。お島丸型は、津軽丸型に比べ、上部構造物は少なくなったものの、全長が伸び車両積載数も増加しており、 同様に、大容量のヒーリングタンクと、強力なヒーリングポンプを備える必要があった。しかし、ヒーリングタンクは、その使用目的から、片減タンクの損傷浸水時、この浸水を対側タンクへも、迅速に流し込むクロスフラッディング装置を付加できない、ため、大きすぎる、ヒーリングタンクは、損傷時の非対象浸水による横転を招きかねない、という津軽丸型と同じ理由で、 ヒーリングタンクは前後2体に分離され、それぞれに独立したヒーリングポンプが設置された。このため、ヒーリングポンプ容量も津軽丸型程度となった。ヒーリングタンク容量は津軽丸型より14%程度増大し、発電機室から第一式室前半にかけての両舷側に、片弦容量253.9トンの第一ヒーリングタンクが、 1> 第1式室後半から第2式室にかけての両弦側に、片弦容量202.9トンの第2ヒーリングタンクが隣接して配置され、津軽丸型では、不完全であった一組故障時のヒーリング性能を改善し、いずれか残った一組で貨車の積み下ろしに支障を来さないよう、前後のヒーリングタンク間に設けた手動の仕切り弁を開け、前後二つのタンクを一体化して、 ヒーリング操作できるようにした。しかしその後の実験で、この仕切り弁を閉じたまま、一組のヒーリング装置だけで、十分対応できることが判明している。ヒーリングポンプ容量は1台あたり2000、立方メートル、H7.5 メートルと、津軽丸型の2200立方メートル、H7.5 メートルよりやや小さく、また戸和田丸のような参照誘導電動機。 直接駆動の可変ピッチプロペラ式軸流ポンプではなくコストダウンのため右向連絡線イオマル型で採用された可逆転式参照誘導電動機直接駆動の固定ピッチプロペラ式軸流ポンプが採用された可変ピッチプロペラ方式では運転開始時だけの無負荷指導のため大電流は流れなかったがこの固定ピッチプロペラ方式ではヒーリングポンプの運転開始 逆転開始の都度、優負荷のため大電流が流れ、電圧効果をきたした。このため2台のヒーリングポンプ、並びに軽線機械用の動力機械の、各油圧ポンプとの間には、同時起動を防止するインターロックを設け、過大電流の発生を防いだ。さらに津軽丸型には装備された自動ヒーリング操作、機能も、船1番船、船4番船では、 船体傾斜を十分補正しきれなかったこともあり、省略されたが、二組のヒーリング装置を一括して、手動制御することはできた。津軽丸型同様、第一ヒーリング装置は、第一補機室に、第二ヒーリング装置は、第二補機室に設置され、第二ヒーリング装置は、線尾トリミングタンクともつながり、線尾喫水調節も、迅速に行えた。 一般配置線路甲看板全部は、選手軽線作業場で、選手から看板室前面までの距離が、津軽丸型より10メートル程度、長い約26メートルとなり、洋病器と3台のウィンチが設置されている。旅客扱いしないため、1955年建造の、青函航路発のディーゼル車両と線火山、丸型同様、看板室は3層の小規模なものであったが、 檜山丸型では、就航時の乗組員数は79名であったのに、対し、おしま丸ではその後の自動化の進展により40名に、減少したため、普通船員室を4人部屋から2人部屋にしたが、それでも看板室の前後方向を約30メートルと、檜山丸型より8メートルも小さくなり、全部煙突を乗せた一層の全部消音機室とは1.2メートル程度。 隔てた別当となった。このため、乾板室上部線路乾板交端と、全部消音機室長部とをつなぐ幅1.5メートル程度の架橋がかけられていた。なお、檜山丸型以来続いてきた、上部線路乾板室や、無線通信室の角窓は、コストダウンのため線長室以外は、丸窓化されてしまった。操打室は、津軽丸型同様、 線路看板の2層上の公開看板際全部に全幅にわたり、さらに両翼を原外へ約1メートルずつ張り出して設置された。その後ろに隣接して右辺に無線通信室、電池室、左辺に電気機器室が配置され、操打室から無線通信室へ直接行き来できる扉が設置され、通信士は後ろ向きに業務する機器配置になっていた。 一層下の上部線路甲板には高級線印室、その下の線路甲板には普通線印室と、高級線飲食堂、普通線飲食堂、厨房が配置された。なお、線員居住区は、車両音線では、W 型船以来、すべて線路甲板より上に配置されていた。全部消音機室全部下限よりに、水密すべこ動力室が置かれたが、 水密すべ個数が4箇所に減ったため位置系統となり、ここだけとなった。線路を看板右辺の全部消音機質横の、ボートダビットには、定員6名の35馬力ディーゼルエンジン付 FRP 製、救助艇1隻が検査されていたほか、同所両限には、傍聴式救命イカダが2隻ずつ格納され、対応する、網橋後も両限に格納されていた。 全部消音機室から後方、約20メートルの間隔を置いて一層の、後部消音機室があり、屋上には、後部煙突圏マストが乗っていたほか、右舷には外中の機関整備員室、左舷には、貨車天上員室が設けられた。線路間パン船尾部は、船尾掲船作業場となっており、ウィンチが2台設置されていた。船尾中央部には、 車両乾板船尾開口部上にせり出す形で車両積み下ろしを目視しながらヒーリングポンプ操作ができる箱型のポンプ操縦室が設置されその屋上は両翼限外まで張り出した入居乾板で出入工事の船尾扉開放状態でも船尾監視ができるようになっていたこのように線路乾板は全部消音機室より船尾側には 後部消音機室以外目立った構造物はなく平坦な構造で当時の青函航路の逼迫した貨車構想事情を反映しこの広大なスペースに国鉄5トン積みコンテナを50個積載する計画があり後部煙突圏マストに設置された機関部品積み下ろし用のデリックは必要時には左減工法へ振られコンテナ積載の邪魔にならないよう配慮されていたが 結局このコンテナ積載は実現しなかった。車両乾板より、下は厚がる丸型同様12枚の水密隔壁で13の区画に分けられ、隣接する2区画に浸水しても沈没しない構造となっていた。船底は、選手タンク、第1ボイドスペース、船尾トリミングタンク以外は二重艇で、発電機室、第1式室、第2式室、 第2保機室の4区画については、両側面にも、前方から2体のヒーリングタンクと1体の清水タンクを置いて二重化され、内清水タンクには、非対称浸水による、船体傾斜を軽減する、クロスフラッディング装置が設けられていた。旅客設備がないため空調用冷凍機の搭載がなく、第1保機室は、ヒーリング装置だけとなり、 発電機室の水密区画内の選手、側戦争部分を非水密壁で区切って第一、補機室とし、ここにヒーリング装置を置いた。津軽丸型では、第一主機室水密区画選手側中段にあった、総括制御室を、発電機室水密区画内の選手側中段、この第一補機室直上に配置した。このため、車両甲板上の船に、 三番戦艦のプラットフォームから、戦備方向へ階段を降りると、他の機関室を通ることなく総括制御室へ行けた。なお、電子機器の多い総括制御室と公開簡単の電気機器室には冷房のため、それぞれパッケージエアコンが設置された。津軽丸型で第一補機室に当てられていた、水密区画は第二ボイドスペースとなり、その前方に区画は、 津軽丸型では、船員居住区や船員食堂に当てられていたが、お島丸型では、これらはすべて船路甲板上に配置されたため、倉庫と第一ボイドスペースとなった。可変ピッチプロペラ完成装置のある、第三歩機室の後ろに隣接する、水密区画は、津軽丸型では、その他の乗船車室であったが、これも、船路甲板上の後部消音機室両側と、 中房付近へ上がったため、ここは船底から車両を看板にまで達する大きな船尾トリミングタンクとなった。このため、機関室中段高さでの通路は第三歩機室で行き止まりとなり、第三歩機室右減後方から車両を看板上減へ上がる階段が設置された。船尾トリミングタンク後方に隣接する操打機室へは車両を板両舷側の階段から出入りする構造と、 なった発電機室から第三保機室までの極角を仕切る四枚の水密核壁の機関室中段の高さに設けられた開口部には通常は開放されているが非常時は閉鎖される電動油圧式の水密すべとが設置されておりその動力機械は線路間単全部消音機室前側の水密 すべこ動力室に、停電後もすべてのすべこを10回以上開閉できる、油圧を貯留するアキュムレーターとともに設置されたが、水密すべこの設置数が、津軽丸型の8カ所から4カ所に減ったため、この1系統だけとなった。操舵室、編62便として、青森第三岸壁へ入港する、おしま丸の操舵室。総外には、青森三岸が見えている。 操打室前方中央に立つ船長は、前面中央の加工式の窓を下げて、前方を中止している。前面窓上の計器は、左から耐水速度計で表示は3ノット程度、次が時計で17時55分、次が、左減水深用可変ピッチプロペラ翼角で、前進1度程度を示すがこの辺りはゼロ水力、領域、次のやや小さいのが打角計で、 右35度、その上の直線ゲージが、バウスラスター翼角形、下へ戻って、右が、右限翼角形で、後進5度程度、次が風向形で、左限やや前方の風、次が風速形で7メートル程度、最後が、傾斜形で傾斜なし。一方手前のプロペラ制御盤では、左限翼角操縦レバーがほぼ中立、右限レバーはやや後進側に傾いており、 両レバー基部のかまぼこ型工程部のランプが点灯しており、この時操打室下限の補助スタンドの補助レバーではなく、こちらの主レバーに指令権があることを示している。両レバーの間の手前側のグリップが、バウスラスター翼角操縦ハンドルで、右10度あたりを向いており、プロペラ制御板奥の斜面部分の3つ並んだケーキの中央のバウスラスター駆動電動機電流計が500。 A 程度を示しているため、この時のバウスラスター出力は 445V、500A イコール2 2 2 5ット程度となる。電流計の両側は、両弦の主軸回転数計で、運行中は常時毎分217.5回転である。両弦主軸回転数計と電流計の間に2等ずつ、計4等を白く点灯しているのが、可動式表示等で、 この時両言とも第1と第4手記の計4台運転であったことがわかる。入港着眼操船中はこのように左限中立で右限更新とバウスラスター運転が重なることがある。ため、バウスラスター電源の主軸駆動発電機をこのおしま丸から左限主軸に変更した。1976年5月6日、撮影相打室内の配置は と和だまるに準じたもので、船体中心線上にはソーダスタンドがあり、津軽丸型と同じく大型自動車のハンドルをダリンとして装着したジャイロパイロットが内蔵されており、このハンドルで手動ソーダできたほか、選手方向を決めて自動ソーダにすれば、横方向からの外力が働いても常に選手が指示方向を向く、要ソーダできる装置で、静観連絡船では津軽丸から 装備されていた。その左には、プロペラ制御板があり、両弦の水死に用可変ピッチプロペラの翼角を前後に動かして遠隔操縦する2本のプロペラ翼角、操縦レバーと、その間の手前側には、バウスラスターの翼角を遠隔操縦する回転式のグリップハンドルがあり、そのハンドルの向こうには、バウスラスターの実際の翼角だけを示す丸い、 翼角形が、ハンドルの両側には、両弦の推進用可変プロペラの実際の翼角を示し、さらに外周には指令した翼角が示される、丸い翼角形が配置された。この、翼角形の向こう側、すなわちバウスラスター翼角形の両側には、推進用可変ピッチプロペラの遠隔操縦装置が、すべて故障したとき、可変ピッチプロペラ完成装置のある、 第3補機室へ、翼角指令を出す、プロペラテレグラフのグリップハンドルが設置されていた。制御盤手前の最も手前には、非常用として設置された、ノンフォローアップ式の両弦の推進用プロペラと、バウスラスターの翼角操縦スイッチや、これら常用、非常用の切り替えスイッチ等が横一列並びに、配置されていた。プロペラ制御盤の奥の斜面部分には、 両弦主軸回転数計と、その間にバウスラスター駆動電動機電流計があり、この電流計の両側に、津軽丸型では、デジタル表示の、格限の稼働式台数表示器があったが、押島丸からは、個々の式会の稼働状況を示す左右4個ずつの、電光表示ランプとなったため、実際に、どの式会が稼働しているのかがわかるようになった。 さらに操打室左舷端には補助操縦スタンドがあり、離着眼時、船長が接岸する、左舷側を目視しながら、直接バウンスラスターや両舷プロペラの翼角制御が、できるようになっていた。プロペラ制御盤の主レバーと左舷の補助レバーの間には、切り替えスイッチはなく、常に後から操作したレバーの指令に従う仕組みで、この方式は、とわだまるから採用されていた。 また発光玉類以降建造の静観連絡線同様推進用可変ピッチプロペラの翼角操縦レバーをいきなり太陽区画まで進めても指揮界に過負荷がかからないようあらかじめ設定された負荷の範囲内で翼角を進め過負荷がかかった場合は翼角を戻す機能もある過負荷防止装置が装備されていたが本線からはいきなり太陽区画指令を出しても 戦速ゼロでも、過負荷にならない翼角16度までは3から5秒で進み、以後はゆっくり進む、二段変速制御も採用された。津軽丸型7隻では、相打室内で、第2位レーダー指示機と並んで設置されていた、線位自動測定装置はすでにこの時期使用されておらず、おま丸型では設置されなかった。このため、レーダーポスト兼用の全部マスト長部には、 円筒形の、ラドームはなく、第1レーダー用の通常の反射型のスキャナーが、設置され、中段の第2レーダー用にはスロット型が設置された。相打出航壁には、津軽丸型同様、水密すべこ遠隔操作板や、火災警報表示板非常操作板、その他の警報表示板等がはめ込まれていたが、ボイスアラームは省略された。 軽戦機械選手線路乾板の選手、軽戦作業場には、投げ要病する要病器、着眼前、最初に、岩壁のビットにつないで選手を岩壁へ引き寄せる、フォアラインを巻き込む左限の周インチ、左限が、岩壁から離れないよう固定する、ブレストラインを巻き込む右舷の補助インチ、そして船体を後方へ引き寄せて、船尾を岩壁ポケットへ押し込むスプリングラインを巻き込む、 スプリングウィンチが設置され、いずれのウィンチ、要病機も選手の一段高くなった選手式台の操縦スタンドから遠隔操作された。津軽丸型では選手甲板が狭かったため一層下の左源中甲板に設置されていたスプリングウィンチも蒸気のように線路甲板に設置された。なおこれらの軽戦機械は電動油圧式で その動力となる油圧を作る動力機械は津軽丸型同様中間板に設置された。線尾線路間板の線尾軽線作業上には後方の岸壁ビットにかけてこれを巻き込んで更新し線尾を可動橋に押し付ける左アフターラインを巻き込む左限ウンチ同じく左限線尾から前方のビットにかけて アフターラインの張力に対抗して、ブレーキをかける線尾スプリングラインと、右弦アフターラインを巻き込むにドラムタイプの、右弦線尾インチが設置されていた。この2台のウインチは、線尾線路間板左舷の台の上に設置された、操縦スタンドから遠隔操作された。これらの軽線機械の油圧を作る、動力機械も、津軽丸型同様、操打機室に設置された。 おしま丸型ではこれらのウィンチのうち、自動系線運転機能と呼ばれる、オートテンション機能を持つのは、車両を積み下ろし作業で、線尾の喫水や傾斜に変化があっても、線尾を、可動橋から離れないよう、適度に後方へ引き寄せ続ける左減アフターライン用の、線尾左減ウィンチと、線尾右減ウィンチの右減アフターライン用のドラムの2箇所だけとなり、戸和田丸では、付加されていた。 選手スプリングウィンチの自動軽線運転機能は省略された。これら電動油圧式の軽線機械は国鉄連絡船では宇古連絡船さぬき丸で初めて採用され、その後津軽丸と正木丸以外の津軽丸型各船で改良を重ねてきた東洋電気製造性であった。またこれら三隻では選手側面外反の怒りを収納するへこみである アンカーリセスが廃止された。おしまマル型は、津軽マル型に比べ、船体は大きくなったが、水槽実験等で、出力増強の必要のないことが推定されたため、機関系は、津軽マル型との互換性を考慮して、指揮会には、津軽マル型と、同形式の4サイクル中速ディーゼルエンジン、川崎マン V8V22、30丸を、トトーマルと、ヒダカマルに、 同じく三井。B&W1226MTBF-40V を、トカチ丸に、各8台搭載し、津軽丸型同様、片弦4台の指揮からの出力を、流体すぎ手付け一段減速装置で、毎分217.5回転に落とし、片弦の主軸に伝達する、八機に軸の、マルチプルエンジン方式を踏襲した。しかし、これら三隻では、 将来の提出重油仕様を念頭に、一台のみ、互換性を保持したまま、B 重油仕様対策改造を施していた。津軽丸型では、1968年から軽油を燃料とした1年間の主機会、無解放運転試験を行い、問題がなかったため、1969年からこれを、 全面実施し、さらに1973年からはこれを2年間に延長し、押しま丸型もこれに習っていた。一方、鉄道技術研究所では、提出重油仕様による2年間の無解放運転の可能性についても検討したが、適切な対策を取れば、無解放1年までは可能であるが、それ以上の無解放運転には、それ相当の改造や、 不可工事が必要で、軽油専念に比べ保守管理も面倒となるとの報告も出され、結局最後まで軽油が使用され続けた。バウスラスターは、津軽丸型では、第6船までは、バウスラスタートンネル内で、プロペラ軸を両側から3本ずつのステーで支持する6ステー型の、三菱横浜カメ SP800-6S を装備した。 第7船のとわだま建造時には、片側3本のステーだけで指示する SP800-3S が登場しており、これを第6船までと同じ位置に装備した。しかし、この3ステー化により、バウスラスターの入った筒の長さは2.61メートルから1.75メートルへ短縮しており、船体幅のより狭い選手側への装備が可能となっていた。 このため、大し丸型では、線形の違いもあったが、津軽丸型に比べ、選手からの距離で、約2メートル選手よりに装備できた。これにより、回頭中心から、横水力作用点までの距離が伸びたことと、上部構造物現象による、風圧面積縮小により、船体の長大化にもかかわらず、バウスラスター出力は、津軽丸型と同じ850馬力。 水力9.3トンで問題なかった。このため、バウスラスター駆動電源を供給する、主軸駆動発電機も、津軽丸型と同じ900区場のものが設置されたが、津軽丸型が就航しつつあった時点で、すでに、バウスラスターを使用する校内での操船時、とりわけ入校時の減速しながらの右回答時には、右限の可変ピッチプロペラに更新をかけるため、左限よりも、 右玄主軸への負荷の方が大きいことが明確になっていた。このため、遅ればせながら、お島丸型では、津軽丸型とは逆に、負荷の軽い左玄主軸を、毎分1200回転への増速優勢歯車を、介して、発電機室まで伸ばし、常時直結の主軸駆動発電機が設置された。これにより三台の主発電機は、津軽丸型とは逆に右玄寄りに設置された。 おしま丸型は、ディーゼル船ではあるが、津軽丸型同様、暖房給湯、軽線機械類の凍結防止その他雑用に用いる、蒸気を供給する補助ボイラー2缶を、第二保機室に設置していたが、容量は、津軽丸型の半分程度であった。1968年10月1日ダイヤ改正から、1日2.5往復できる。 津軽丸型は二隻五往復の運用を三組とし、それぞれ、甲、乙、兵平系統として、計15往復が設定され、年中無休で運行された。このうち、乙系統は、後系統の25分後を続行し、平系統はその後2時間10分後を単独運行していた。1969年10月1日のダイヤ改正の当日、 津軽丸型と同じ1日2.5往復運行できると東丸が就航し、平景等の約25分後を余った津軽丸型と組んで後追いする3時間50分運行の貨物便後往復が設定され、26往復運行となった。北海道の農産物出荷時期である秋冬繁忙期の同年11月12日から11月24日まで、 津軽丸型6席で15往復、余った津軽丸型1席とお島丸で蒸気の5往復、ここまでが3時間50分運行便で、日山丸型2席、石狩丸、さらに引退間際の蒸気タービンセントカ丸の4席も、フル稼働8往復して、青函高路発の28往復運行を行った。その後、さらにお島丸型の2席が順次就航し、 1972年3月からは28往復が設定され、同年秋冬繁忙期の10月6日から31日まで、津軽丸型7隻と、大島丸型1隻の、計8隻フル稼働20往復、大島丸型2隻と、檜山丸型2隻、石狩丸の、計5隻で10往復して、青函航路発の30往復運行が行われた。 貨物輸送量は1971年に855万トンに達したが、翌1972年には増便にもかかわらず808万トンと、やや減少した。それでも、上下とも、貨物輸送制限はなお継続中であった。しかし1973年秋には、第一次オイルショックによる、景気低迷もあり697万トンと、大幅に減少していた。 春光からわずか4ヶ月の新造船とカチマルは、1970年10月26日、68便として20時45分、函館第3岸壁を、出港、21時50分頃総括制御室で、監視業務中、第2揮室の火災表示と、警報をあり、係員が直ちに現場へ急行した。右玄四号指揮会第5。 6シリンダー付近より出荷しており、最寄りの消火器で、初期消火に努め、全式回停止並びに、燃料、通風一斉停止したが火星強く、第2式室密閉の上、同室の泡消火器を発動し、さらに車両乾板スプリンクラー放水で冷却。23時消火確認後徐々に密閉を解除して、室温を下げ、焼損状況を調査にて、 自力航行可能と判明したため、大間灯台より313度3.5回里より第1指揮室の指揮会4台にて運航し、27日1時41分、函館第4岸壁に着岸した。漂流は3時間に及んだ。原因は、右げ4号種機械 L 列第5シリンダーの燃料弁、冷却輸入口間接損部から冷却油が、霧状に噴出し、 高温の排気管等に触れて炎上したもので、当該管は本来継ぎ目無効管を用いるべきところ、溶接部に未溶着部分のある粗悪な、電報交換が用いられ、エンジンの振動がこの管の不良箇所に、応力集中して切損したと推定された。十勝丸は、応急修理の後、10月27日20時45分発の68便より、 復帰し、以後11月3日の函館第三岸壁19時40分儀の63便まで1日、に往復の4時間30分運行を行い、11月4日、本格修理のため函館ドックへ入場した。固定式炭酸ガス消火装置の導入と東丸型の、機関室には、津軽丸型同様、油ビルジへの引火を考慮して、発電機室、第一種機室、第二種機室、 第2保機室の4区画に操打室から遠隔操作できる固定式放消火装置が設置され炭酸ガスを多く含む泡を噴射して窒息消火するはずであった。しかしこの泡は船底からせいぜい十数センチ程度しか覆うことができずこの事故のような手機会長部から出火には無力であった。また当時これに類似する機関室火災も発生しており 国鉄ではその対策として密閉された機関室内の空気中の酸素を急速に排除して窒息消化し、かつ液化炭酸ガス気化時の断熱冷却による消化効果もあって消化時間の短い固定式炭酸ガス消化装置をこれら4区画に追加装備した可燃性ガス警報装置の開発と設置しかし、生管連絡船ではその後も 大事には至らない、機関室発炎トラブルは続き、また1973年5月19日には、四国中央フェリーボートのカーフェリー、瀬戸内で、機関室で噴出した、潤滑油が、排気管に接触して、発火炎上し、初期消火不可能な状態で、直ちに機関室密閉すべきところその時期を一し、火災が、船全体に拡大し、沈没に至るという事件が発生。 機関室火災の恐ろしさを印象づけた。十勝丸の火災事故では、イオン式火災感知器の警報で、直ちに現場に駆けつけたが、初期消火不可能な状態であった。機関室内へは、エンジン運転のため新鮮空気が大量に送り込まれているため、気流状態は複雑で、煙がうまくイオン式火災感知器の方へ流れていかないこともある。このため、 国鉄では、主機械及び主発電機周辺の異常事態を早期に的確に検知するため、半導体素子を用いた発火する前の可燃性ガスを検知する可燃性ガス警報装置を開発し、その検知部を主機械、主発電機の頂部に近接して設置した。本装置は1978年度、青函宇航の全連絡船に取り付けられた。 東山る事件後建造された、車両音線空地丸、日山丸、石狩丸の3隻も、1973年秋の第一次オイルショックの頃には、先例20年に近づきつつあった。一方、青函トンネルは1971年11月に、本校の掘削が着工されており、開通見込みは、その当時1978年度とされていた。 トンネル開通後の生管連絡船の損廃は未定であったが、いずれにせよ、それまでは生管連絡船として客家輸送を全うしなければならず、これら3席を時期不明確なトンネル開通時まで運行し続けることは非現実的であった。そして当時の関係者の多くは、1971年以降の貨物輸送量減少は一時的なもので、 輸送需要回復時には速やかにこれに対応できる体制を整えておくべきと考え、お島丸型全6席就行の暁には、函館第二岩壁にも、お島丸型を発着させ、上り3本、折り4本の3時間45分運行便、函館3階、青森10階の50分折り返しを含む、12席、30往復、1席に往復の、 三3 2往復運行実現に向けた検討に入っていた。1974年5月21日に、空地丸、日山丸、石狩丸の3隻の代替船建造が運輸大臣に申請され、1974年7月31日に、函館ドックへ、1974年8月30日に、三菱重工へ、 そして1975年8月26日に、日立造船へ、拡大大船の建造が発注された。お島丸型第4船から第6船までの3隻は、1976年から1977年に、かけて、急船と同盟の新造船として建造された。約6年の空白期間を置いての建造で、アンカーリセスを復活させ、 線路乾板の乾板室外半に、溝形チプレスを施した薄光板、ハットプレートを多用し、外原下部色を赤、外原上部と乾板室を薄い桜色とし、煙突を石狩丸の外原色と同じ藍色、後部煙突剣マストの下半分を、外原上部と同じ薄い桜色とする等の変化は、あったが、外環上前三石と大きな相違はなかった。 三席式別のため、後部煙突剣マストの上半分を、空地丸では、黒、檜山丸では、下半分と同じ薄い桜色、石狩丸では、外弦株と同じ赤とした。最大の相違点は搭載した、敷機械とその周辺機器で、全三席の敷機械はいずれも国産ながら、外国メーカーライセンス品であったが、当時すでに三井造船では、 当該機種の製造は終了しており、川崎重工の当該機種も少数製造となっていたため、第4船の空地丸以降の指揮会には、1974年建造の宇宏連絡船さぬき丸ほか、すでに多くの中型フェリーで実績のあった、ダイハツディーゼル製の 6DSM-26 を大型化した、縦型単動、トランクピストン下級機付けディーゼル機関ダイハツ6、 DSM-32 が従来同様8台のマルチプルエンジンで搭載された。津軽丸型建造当時はディーゼルエンジンの出力を原則歯車に伝達する場合、歯車に対するディーゼルエンジンの変動トルクを吸収する目的で流体継手が用いられ、さらに流体継手は作動油の出し入れにより、クラッチとしても使えたため、津軽丸型から お島丸型第3線の十勝丸までの10隻で、このクラッチ機能を持つ流体継ぎ手が採用されてきた。しかし1960年代後半になると、変動トルクを吸収できるゴムや、金属バネを用いた、高弾性継ぎ手の登場や、焼結合金技術の進歩による、湿式油圧多板クラッチの信頼性向上もあり、以後建造の多くのフェリーや一般商船で、 これらが採用されるようになっていた。この湿式油圧多板クラッチは、流体継ぎ手に比べ、必要とする、クラッチ間脱用補給も小さく、流体継ぎ手にある、約2%の伝達損失もない等の利点があり、国鉄では1974年建造の宇航、連絡船さぬき丸で、高断性継ぎ手と、湿式油圧多板クラッチを使用した。 マルチプルエンジンシステムを採用し、お島丸型第4船ソラチマル以降でもこの方式が採用された。蒸気のトカチマル火災事故の教訓から、お島丸型全3隻には、すでに固定式炭酸ガス消火装置が、同区画に追加装備されており、ソラチマル以降の3隻では、固定式炭酸ガス消火装置のみ、同区画に装備し、炭酸ガスボンベは、 発電機室水密区画の選手側に隣接したボイドスペース内に設置し、この区画を CO2 消火装置室と称した。また、機関部を中心とした遠隔制御、自動制御の分野では、かつては真空管やトランジスタが多用されていたが、これら三隻建造時は、すでに LSI の時代になっていた。ただ、主発電機並びに、主軸駆動発電機は、 当時すでに、ブラシレスレージ方式が普及しつつあったが、従来からの事例式同期発電機が採用された。晩年には、燃料節減のためエンジン4台、内市5台での運行が行われていたが、空地丸、日山丸、石狩丸の3隻は、津軽丸型及び小島丸型の全3線より燃費が、良かった。衝突予防装置 CAS-101 が装備されたのも、 この空マ丸からであった。この装置は、レーダー及び、時戦の進路、大推測力情報をもとに、手動で選択した周辺の20隻までの船の進路と、速力を計算し、各船の進路、速力及び時戦との衝突危険範囲を、レーダー画面上に、ベクトル表示し、危険範囲に、ターゲットが入る場合にはアラームを鳴らすこともできる、装置であった。 CAS の導入により、航海当直の負荷が大幅に軽減され、横切り船の飛行などに幅広く活用された。なお、このレーダー情報処理装置は1979年3月までに、当時掲載されていた、おしま丸を除く、運航中の前線に順次装備された。レーダースキャナーは、第1レーダー、第2レーダーとも、心臓時より、スロット型となっていた。 また、ジャイロパイロットのダリンが従来よりやや小ぶりなハンドルとなり、ジャイロパイロット本体に外付けされていたジャイロコンパスの拡大指示器も小さな直線型となり、本体上に貼り付いた形になった。1977年3月7日、初めての国営衛星関連落船として、平ラフマルが就航した1908年3月7日から70年目ということで、 当時就航中の13隻の連絡船のシンボルマークが作成され、津軽丸型客、はじめ車両渡船では、順次船体に取り付けられたが、車両渡船であった、大島丸型各船では、船体への取り付けはなく、旅客の目に触れることはなかった。しかし1982年の石狩丸と、檜山丸の客はじめ車両渡船改造時に、この2隻では、 両側外現上部と新設看板室屋上の遊歩看板前方中央の階段室後壁に取り付けられた。大島丸型車両都線の全3隻が、青函航路の増大する貨物輸送需要に追いつくための建造なら、53隻は貨物輸送量のさらなる増大を予想しての建造で、最終の石狩丸が1977年5月に就航し、 下り方道輸送力は488万トンにまで増強された。しかし、青函航路の貨物輸送量は1971年の往復855万トンをピークに、1973年の第一次オイルショック以降は坂道を転がり落ちるように激減し、1977年には502万トンと1960年のレベルまで落ち込んでしまい、その後も、 減少傾向が続いた。このため、おし丸型では最古産のおし丸が1978年9月30日、青森第三岸壁22時5分発、函館第三岸壁10月1日25分儀の275便で、運行後、10月2日より、函館ドックに掲載された。まだ先例9年という新しさであった。国鉄では、 何度か売却を試みたものの不調に終わり、ようやく1984年8月22日、住友商事に売却され、その後、マシュマル火災事故の検証のため、選出の燃焼試験が行われ、1985年、函館土津区で解体された。 さらに、二番目に古い日高丸も1980年9月30日、青森第三岸壁10時25分発、函館第三岸壁14時55分儀の73便運行後、10月1日より、函館ドックに一旦掲船された。一方、青函トンネル駆索工事も難航し1976年5月6日の出水事故もあり、開通予定は大幅遅延し、 1980年1月の運輸大臣談話では実際の開業時期は1984年度とのことであった。ヒ山丸マルソダシツダリンが全3隻に比べ小さくなり、ジャイロコンパスの拡大指示器も外付けタイプからジャイロパイロット本体上に貼り付いた直線型になった。写真右側のレーダー指示器が CAS で日中でも完全遮蔽の風土をかけずに、 使用できるようになった。この写真は、客はじめ車両と戦火後の撮影のため、プロペラ制御盤の左側には、フィンスタビライザー制御盤が増設されている。154便。1983年8月1日日山丸、出入口広間のロビー左限側に、窓が4個あり、この写真では、そのうちの前側3個が映っている。写真左端には、 売店の閉じられたシャッターが映っている。写真右端のわずかに見えるカーテン部分の出入り口を出て左折すると旅客乗船口に至った。右側視野外には案内所があった。この便は函館2岸14時35分発、青森1岸18時25分にの154便で、通常は鉄道車両構想と乗用車構想のみの貨物便であったが、 1983年夏は7月30日から8月16日まで旅客扱いが行われた。1983年8月1日この状況下で津軽丸型も1982年には初期の船は一応の対応年数の18年に達することとなった。これは国鉄の財産管理上の基準年数で必ずしも物理的なものではなく 実際過去にも20年以上稼働した船は多数あるが、老朽化とともに維持費も増大するため、津軽丸型のうち、軽戦機械やヒーリングポンプ、可変ピッチプロペラ等が多線と異なった津軽丸と正木丸を引退させ、残る5隻については、1981年から各船順次延命工事を施行して、継続使用することとした。 旅客輸送量も1973年の499万人をピークに以後激減し、1981年には248万人まで半減していた。しかし、利用客の集中する深夜便は、他客時には、依然、津軽丸型一席では運びきれず、従来通り続行便が必要であった。このため、客はじめ車両都線7席による、高おつ、 平3系統外事できる、よう引退する二席の津軽丸型の代替線建造が必要であった。とはいえ旅客数の減少を考慮すると、定員1286名の津軽丸型で運行される、おつ系統に25分先行する、補助客便としての高系統限定なら、旅客定員は特急列車1本分に地元客を加えた500から600名程度あれば、 十分であり、さらに当時青函トンネルの開通が数年後に迫っており、建造費80億円の新造船建造は、非現実的で、結局8から9億円で可能な、現有車両都線への看板室増設案が採用された。なお乗用車構想は依然需要が見込めたため、津軽丸型よりも多い20代積載都市、旅客定員は650名となった。 これにより、おしま丸型で最も新しい石狩丸と、ひやま丸の2隻が選ばれ、全部煙突より、後方の線路甲板上に2層の甲板室を増設し、蒸気要求を満たす客はじめ車両を都線とした。おしま丸型ではもともと、線路甲板後部消音機室前後に広大なスペースがあり、国鉄ごとに積みコンテナを50個積載する計画があったため、 この重量に配置的にも重量的にも耐えられるよう設計されていた。しかしこの想定重量では通常は定員500名程度が限度とされていたが、線路甲板上に全部煙突直下から線尾軽線作業場直前に至る、総2階建て甲板室を薄鋼板を多用することで、その重量を約240トンに抑え、 旅客定員650名と乗用車20台の積載を達成できた。しかし、グリーン船室や旅客用食堂のないものクラスの簡素な作りであった。なお、この甲板室増設による重量増加に伴い、損傷時の安全確保のため、船尾タンクとその前隣の船尾トリミングタンクの間の隔壁を3.5メートル船首側へ移動して、 千尾トリミングタンクを縮小した。石狩丸は1982年1月6日、この工事のため函館ドックへ入場し3月17日、竣工した。3月26日には、函館第3岸壁6時55分発、青森第1岸壁10時45分儀の試運行7002便で、青森第1岸壁へ初めて着岸した。同岸壁で、 可動橋接合試験と一般公開を行った後、折り返し同岸壁13時発、函館第4岸壁17時期の試運行7001便で、函館へ戻った。3月29日には10時50分から12時50分まで、こちらも初着岸となる、函館第2岸壁で、可動橋接合試験を施行した。3月31日、 函館第4岸壁19時15分発、青森第1岸壁23時5分儀の貨物便の166便から再就航し、この折り返し4月1日0時10分発、函館第2岸壁4時儀の11便から旅客扱いを開始した。この工事中の1982年3月4日限りで、津軽丸が就航し、また1980年10月以来、 経線中であった、日高丸は1982年1月6日から3月3日まで、函館ドックで、法定検査工事を受け、3月4日函館第4、岸壁14時10分発、青森第3岸壁18時期の52便より、復帰した。日山丸は1982年7月5日、同じく、函館ドックへ入場し、9月22日旬行し、 9月24日、函館第3岸壁6時55分発、青森第1岸壁10時45分にの試運行7002便で、青森第1岸壁初着岸し、稼働強接合試験を施行、折り返し13時発、函館第4岸壁17時期の試運行7001便で、函館帰着。9月27日には10時46分から12時50分まで、 箱館第二岸壁へ初着岸し、稼働強接合試験を行った。10月1日箱館第二岸壁9時45分発、青森第一岸壁13時35分儀の乗用車構想もする、貨物便154便から再就航したが、一般旅客扱いの初便は10月2日青森第一岸壁0時10分発、箱館第二岸壁4時儀の11便であった。 そして、まさきまるは11月12日ひっそりと引退して行った。線路看板日山丸中央区画原雑居席。写真右の壁が消音機室囲い壁。154便1983年8月1日新設の看板室の1階に相当する線路看板部分は、その大部分が周囲を遮蔽された乗用車、格納職角に当てられた。 後部煙突剣マスト下の後部消音機室、囲い壁両側に付設されていた機関整備員室と、貨車天井員室を撤去し、後部消音機室囲い壁側面にも駐車スペースを作り、囲い壁前方でも乗用車の両玄関通り抜け、可能とし、両玄には、エアモーター駆動の横滑り式風密開閉扉を、 備えた原門が設置され、乗用車がスムーズに乗降できる構造とした。乗用車積載数は20台であったが、1984年7月7日からは、選手側の空き部分にオートバイ11台の積載スペースを設け、乗用車も22台積載に増やされていた。天井には火災感知装置が設置され、スプリンクラーも装備されたほか、 この区画の前後壁には、工業用、テレビカメラが設置され、2階の案内所で、乗用車格納所内を常時モニターできた。乗用車格納所区画の選手側に隣接する、区画には、右舷に定員40名のカーペット式雑居室が2、部屋、左舷と、選手側には、機関整備員室、専員食堂厨房従業員居室、売店従業員居室、 形状員室が配置された。なおこれらの内繊維飲食堂厨房従業員は、改造前は、従来からの看板室の洗浪看板の洗室を使用しており、空いたそれらの洗室は、旅客扱いで増員された、事務部員居室に当てられた。また左舷側には、トイレ、洗面所、シャワー室も設置され、この区画の中央部には2階の出入り口広間へ上がる。 階段が設置されていた。左限原,原則は回廊状になり、ここに船員用乗船口が設けられたが、この位置は津軽丸型普通乗船口の選手側乗船口の位置であった。上部線路甲板檜山丸中央区画下げにす席写真左の壁が幅広い消音機室囲い壁で、後部区画へ続く広い通路確保のためもあり、 中央区画の大部分で、一席は、リクライニングシートの2から2配置であった。154便1983年8月1日新設パ板室の2階相当の、上部線路パ板は、左舷側だけ、それも2階部分だけが4メートルほど、選手側に突出しており、そこに乗船口が設けられた。これは、この方の船は普通船室だけのモノクラス製であったが、 客室の大部分が、津軽丸型では、グリーン船室のあった、ゆるほ板の高さに相当する、上部線路乾板に配置されたため、乗船口を、津軽丸型のグリーン乗船口の位置に合わせて、三橋下ラップを強用するためであった。なおこの突出部分の先は、新設の全部消音機室2階部分に、つながっていた。この新設乾板室2階の上部線路乾板は、 この都出室部分の乗船口も含め、全部、中央部、後部の3つの防火区画に分かれており、乗船口から、出入り口広間公壁までが、全部区画であった。乗船口から入り、右折して、船尾側へ進むと、出入り口広間で、その船手側には案内所が、左舷船尾側には、売店が配置され、売店前、左舷側は、 椅子とテーブルを備えたロビーで、右舷側には、定員30名のカーペット式雑居室が2部屋あり、内選手側の部屋は、婦人席となっていた。出入口広間から、線尾側へ進むと、中央部区画で、この区画の中央部を前後方向に、幅約5.3メートルの後部消音機室、囲い壁が占拠するため、この区画は、右舷の雑居席と左舷の一席に分けられた。 右元雑居席は、手荷物棚で仕切られたカーペット式雑居席が4区画、定員144名であった。津軽丸型の全部右元雑居席に似ていたが、消音機質囲い壁の幅が広いため通路の窓側にのみ、雑居席が設けられた。日山丸後部区画雑居席。線尾側に向けての撮影である。この部分には、 消音気質囲い壁がないため両弦同士の大広間となった。奥の中央が洗面所、トイレの入り口で左弦側が男子用、右弦側が婦人用で、どちらでも使えるシャワー室もあった。真夏の夕方の南交便、右幻想から西日が深く差し込み、冷房の効いた雑居席では乗客が五水を取っていた。 154便1983年8月1日、左限一席も、津軽丸型全部左限一席に似ていたが、消音気質囲い壁幅が広かったほか、この囲い壁に沿って乗船口から、後部区画へ通じる広い通路を確保しなければ、ならなかったため、消音気質が濃い壁側面では、この通路と仕切る手に持つと看板室の、 左限原,原則壁に挟まれた区画には二人掛けシートが2列、中通路2に配置の列車スタイルの椅子配置となり、窓側19客、内側17客の72名となった。また、消音機室が濃い壁前方の中央部に二人掛け、シート横3列で、前後4客ずつ24名の、計96名分の一席が設置された。左限側の窓割りも、津軽丸型に順次。 シートピッチに合わせた小窓19個となった。この当時申請中の在来線特急車両の普通席はリクライニングシートであったため、これらの一席も方向転換機能を省いた同等品が採用され、静観連絡線発の普通席、リクライニングシートとなった。さらに線尾側へ進むと、後部区画で、 定員270名のカーペット式雑居席の大広間になっており、通路で左限、中央、右限の3区画に仕切られ、それぞれが低い手荷物棚で、さらに3区画ずつに不完全に仕切られた形は、津軽丸型の1980年の後部一席撤去改装後の後部普通座席と似た作りであった。その後ろにトイレ、洗面所、シャワー室が設置されていた。 日やままる遊歩甲板。遊歩甲板線美タンから前方を撮影。はるか前方、同じ高さに操打室が見えるが、連続はしておらず、あちらは従来通り公開甲板と呼ばれた。遊歩甲板両側の階段室屋根は、石狩丸との区別のため斜めに削られた形になっている。 154便1983年8月1日、遊歩パ板上部線路パ板中央部区画の高単両側と前端中央部には、それぞれ新設パ板室屋上へ登る階段があり、この屋上遊歩スペースは操打室のある公開パ板と同層であったが、つながっていなかったこともあり、遊歩パ板と称した。この全部煙突の直後から、 戦備軽戦作業場直前に至る広大な遊歩スペースは一般旅客に開放された一平面ものとしては静観連絡潜最台の広さであった。全部煙突新設間パン室のすぐ前の全部煙突はそれが乗っていた全部消音機室の高さが一層から二層にかさ上げされ全部煙突も一層分持ち上がった。この全部消音機室二階部分は 新設乾板室2階左辺の突出部分とつながっていた。全部煙突は一層分上がったとはいえ、津軽丸型のそれに比べれば一層分低く、全部煙突のすぐ後ろに位置する新設乾板室屋上の遊歩スペースへの範炎の影響が懸念されたため、全部煙突上部前面に通風用の穴が開けられた。なお、この新設の全部消音機室2階部分前側には、 従来は、旅客扱いしない、車両オ線であったため設置されていなかった100馬力ディーゼルエンジン駆動の、自動起動、自動停止の79馬非常用発電機がつがる、丸型同様設置され、後ろ側には、第一空気調整室が設置された。後部煙突剣マスト後部煙突剣マストも、同様に一層分程度持ち上げられたが、 遊歩甲板上に一層の後部消音機室を設けたため見かけ上一層分短くなったこの遊歩甲板の後部消音機室前側には第二空気調整室が設置されその下の上部線路甲板の後部消音機室後ろ側には第三空気調整室が設置されたなお後部煙突剣マストに設置されていた機関部品積み下ろし用デリックは その使用頻度が低いため、乾板室増設時に廃止された。フィンスタビライザー横揺れ防止のフィンスタビライザーも装備された。この前年、トアダマルに装備されたものと同型の、後方折り込み式角の大型スペリー 3R で、翼長3.97メートル翼幅1.8メートルと、 トアダマルのものより30センチメートルほど長いフィンを CO2 消化装置室両原船底湾局部に装備し、好転時には威力を発揮した。なお、フィンスタビライザーは高速航行時のみの使用で、もっぱら出入工時に使用されるバウスラスターとは、その使用時間が重なることはないため、その電源にはバウスラスターの電源でもあり、 非常用電源でもある、主軸駆動発電機が当てられた。客室冷房車両と線時代は、車両看板下の総括制御室と、公開乾板操打室後ろ隣の電気機器室の2箇所のみ、電子機器保護目的で、パッケージエアコンが装備され冷房完備であったが、その他の線室には冷房はなかった。しかし、生管連絡線では、1966年10月の、 車載客船とはだまる因体以降は、客室を持つ船はすべて冷房完備の津軽丸型となっており、客室冷房は当然の流れとなっていた。このため、CO2 消火装置室に3 0ットの電動式水冷却ユニット2台を設置し、ここから蒸気3箇所の空気調整室の冷却コイルへ、冷却水を送って、冷風を作り、ダクトで、 客室内へ送風するセントラル冷房方式の冷房装置が設置された。なお、暖房時はボイラーから各空気調整室の加熱コイルへ蒸気を送って、温風をダクトで送風するほか、客室内ラジエーターへの蒸気供給による暖房も併用された。救命設備従来は、定員6名の FRP 請求所定一隻が、無限線路看板全部消音機室横の、 ボートダビットに、喧嘩されていたが、救命艇としては25名乗り防潮式、救命イカダ4隻が搭載されていた。旅客扱いがなかったため、乗船者は、全員元気で、線路甲板から海面へ投下されたボートへは、網橋号を使用して降下することになっていた。客はじめ車両と戦化に伴い、多数の一般客を乗せることになり、 海面への旅客用降下装置の追加装備が必要となった。このため、津軽丸型に装備されていた滑り台式類似の10.5メートル膨張式シューター1機が救助艇とは逆の左舷線路乾板全部、消音機質横に装備され、さらに13メートルスパイラル式降下装置が遊歩乾板左舷後部階段出口前側原則と、 全部階段出口近くの右辺原則に計2機が装備された。これは遊歩甲板から海面上にナイロン製の筒を垂らし、その中を螺旋状に降下して下端に浮かんだプラットフォームに降りる構造で、膨張式救命いかだは25名乗り33隻に増強された。汚物処理装置最大搭載人員増加に伴い、 汚物処理装置にセットが搭載された。線路乾板の客室、その他の乗船車室隣接のトイレ、及び従来からの乾板室の船員用トイレからの汚物処理装置が、CO2 消火装置室の一つ、選手側の水密区画の第二乾板選手倉庫に、上部線路乾板後部のトイレからの汚物処理装置が、第三補機室中段に搭載された。これらは、 自動粉砕排出式、カッター付け汚物ポンプ120リットル、符号、各2台備え、貯蔵タンク容量は、全部が2.2立方メートル、後部が3.2立方メートルであった。外観、その他両線とも、船体塗色に変化はなく、後部煙突剣マスト上半分の識別塗色も、石狩丸が赤、日輪丸が薄い桜色のままであった。このか。 識別のため、遊歩ンパ板への両弦の階段出口の形が、側面から見て、石狩丸では長方形であったのに対し、檜山丸では、選手側が、斜面になった台形であった。なお国鉄では、この2隻を、石狩丸型と称したが、かつて1946年建造の石狩丸を、筆頭とするエッジ型船3隻も、石狩丸型と呼称したことがあった。 また、石狩丸の客はじめ車両と線改造就航後、津軽丸型に比べ、ドライブプロペラ後の客室の騒音振動の大きいことが判明したため、続く日山丸の改造工事では、補強用の鋼材を組んだ上に、乾板室を乗せ、客室床下,下に10ミリの弾力ゴムを敷く対策がなされた。乗用車構想のため、従来は、出入禁止であった、青森第一岸壁、 函館第二岸壁を使用することになった。しかし、津軽丸型では乗用車を UFO 看板に積載していたのに対し、石狩丸型ではそれより一層低い線路看板への積載のため、両岸壁とも季節の乗用車乗降設備が使えず、青森第一岸壁では車ー、函館第二岸壁ではエレベーターを石狩丸型用に新設したほか、 箱館第二岸壁は沖側へ17メートル、延長して165メートルとした。また、青森第一岸壁着岸時の総旋回面確保のため、青森港旧北防波堤の西側30メートルの撤去も行われた。運用は、乗用車構想可能な青森第一岸壁と箱館第二岸壁を使用する後継塔に重当され、この2隻で1日号往復し、 全便で鉄道車両構想が、本んとどの便で乗用車構想が行われたが、定期の旅客扱いは、深夜の続行便の先発便11月15日のダイヤ改正以降は101便、102便のみであった。しかした客機は、その他の便でも旅客扱いが行われた。なお乗用車構想便でかつ旅客扱い便に限り、鉄道車両積載数は、 ワム換算50両に制限された。国鉄改革の一環としての1984年2月1日のダイヤ改正では、貨物列車の大幅削減が断行され、生管連絡線でも貨物便が削減され、それまでの最大22往復から同20往復となった。これにより、日高丸は青森第3岸壁1月31日12時45分発、 函館第4岸壁16時35分儀の273便で就航となり、十勝丸も青森第3岸壁17時25分発、函館第3岸壁21時10分儀の263便で就航となり、両線はそれぞれ着岸した岸壁でそのまま掲船され、その岸壁が所属する、有川桟橋も2月1日付で廃止された。 日高丸は1987年2月4日、セブン商事に売却され2月28日解体のため、韓国へ向け栄光されて、函館を立ち、十勝丸も2月4日、日商祝いに売却され3月8日、解体のため台湾へ向け栄光され函館を離れた。1984年2月1日のダイヤ改正後は、空地丸は唯一の車両都船となったが、 有川桟橋廃止に伴い、これまで着岸経験のなかった、函館第一、第二岸壁への着岸が要求され、2月3日には、両岸壁での稼働強接合試験が行われた。通常は、岸壁長165メートルと長い函館第二、岸壁に着岸するが、ここには、乗用車乗降設備があり、乗用車高層繁忙期には、高系統、 平景島の乗用車高層便と競合するため、岸壁長125メートルと船体長より20メートルも、短い函館第一岸壁への着岸を余儀なくされた。また就航中は50番台の便に重当され、しばしば危険物積載貨車高層を受け持った。このダイヤ改正から、主として、石狩丸型客、はじめ車両と線2隻で運行された。 高系統の定期旅客扱い便101便、102便が不定期旅客扱い便となり、高系統での定期旅客扱い便は消失したが、従来通りた客時には随時臨時旅客扱い便が運行された。国鉄最後となる1986年11月1日のダイヤ改正では、さらに1往復の貨物便削減があり、最大19往復となったが、 原船はなく、三隻とも1988年3月13日の、青函航路最終日まで運航された。空地丸は、青森第三岸壁3月12日22時20分発、函館第二岸壁3月13日2時10分儀の53便で、就航となり、3時5分起き出し後、函館第四岸壁に掲船された。石狩丸は、 下り最終の7便発行田丸の25分前を、イクリンジ8011便として、青森第1岸壁16時40分発、函館第2岸壁20時30分儀で就航となった。この便は、旅客扱い及び乗用車高層便で、下り最終の乗用車高層便となった。その後21時25分起き出し、3月15日7時より、 箱館第二岩壁に形成された。檜山丸は、青森第一岩壁3月13日0時5分発、箱館第二岩壁お時期の101便で旅客扱い、乗用車構想、並びに下り、最終の鉄道車両構想を行い、その後150便、153便と、旅客扱い及び乗用車構想便として運行し、 上り最終の22便予定丸の25分前を、行く臨時8010便として、函館第2岸壁16時40分発、青森第1岸壁20時30分儀で就航となった。この便は、旅客扱い及び乗用車高層便で、上り最終の乗用車高層便となった。その後を折り返し21時25分発。 函館港内3月14日1時20分ぎの五0三3便で開港され沖き病白3月14日11時25分から15時3分まで函館第二岩壁に着岸し以後港内病白で掲船されたこれら3隻はその後売却された空地丸、檜山丸、石狩丸の3隻は最終的にはいずれも日本国外へ売却された C セレナーデナオコの塗装になると、選手中間パンレベル戦隊外反のナックルラインがよくわかる。ギリシャピレウス1988年8月に小松アカルニー売却され、神奈川県の産業廃棄物業者、産油プラントサービスが、川崎とマコマイ間のコンテナ輸送や、会場での廃棄物処理をする等の計画も取り沙汰された。しかしその後、 1990年8月にギリシャの船会社ポセイドンラインズシッピングに売却されようやく箱立を出港した客室を増設しカーフェリーに改造されシーセレナーデと改称した国会航路で使用された後地中海航路などで使用されその後2004年に韓国の船会社に売却された2006年にギリシャの船会社に売却され マリノス D に解消。2004年より、スロベニアイゾラ港に長く敬戦されていたが、2011年末に、トルコの会社に売却され、2012年1月初旬に、イスタンブール近郊のドックに移動し、その後、2012年7月に解体された。21世紀号玉の、宇野こ1988年8月。 財団法人少年の船協会へ2億8000万円で売却され、同協会の20周年事業として、和歌山県の三井造船由良工場で、旅客用浴室、イベントホール、車両甲看板工部への旅客用食堂設置など、船内を改造、エンジンも重油仕様に改造の上、1989年3月23日に、青少年研修船。 21世紀号として春行し、最終行し3月27日から4月4日まで、東京晴海不山間の航海より就航し、船体前方3分の2は、第二期計画用の予備スペースとして改装されなかった。その後予想以上に運航経費がかさみ1992年、掲船され、1999年4月に、韓国企業が6000万円で購入し、 ふ山場ば参で、フェリーとして運行する予定だったが、2000年には、シンガポールのプリマブリッジアイランドを手、の保有船となり、カーフェリー、ライジングスター3となった。さらに、インドネシアのフェリー運行会社 PT プリマビスタに、売却され、マンジリヌ・サンタラに解消されたが2009年5月31日、スラバヤの単純ペラ港から、東カリマンタンのバリクパパンへの航海の途中、 カラミアン島沖で、車両を板にあった車両から出火し、炎上の後船体は全焼した。この事故では、350人の乗客、船員は救助されたものの、15人が行方不明となった。レディ・テリー・サで、林田港1988年7月から9月に、かけて、北海道広町で開催されたトカチ海洋、博覧会で、トカチ港、 第3府島で展示公開され、夜間はシップホテルとしても使用された。同年11月、大阪の陸運倉庫会社の坂本商事に4億円で売却され、11月30日尾道に向け、函館を出港した。坂本商事は、関西国際空港の工事をホテルシップとして使用するため、収容人数約800人の個室家や大浴場を、 会議室、特定郵便局の設置などの改装を施し、1989年秋の完成を予定していた。しかしこの計画は実現せず、使用されないまま香港の会社に売却された。さらに、キプロスの船会社に売却されて、レディ・テリーと解消。さらに1990年には、ギリシャの船会社、ポセイドン・ラインズ・シッピングに売却され、 レイジティと改名するとともにカーフェリーに改造され、使用された後、1992年にはシーハーモニー2と解消され地中海航路で使用され、さらに2001年にはオリンピア I に解消されている。2002年に航路休止した後はヨーロッパやアフリカの船会社にチャーターされ、地中海、航海などで使用されたが、2006年6月にインドで解体された。 ありがとうございます。